何？ケルニカ！いつの間に。行かないと。急いで支度して村の出口で落ち合いましょう。うん。こんなことが起こる。そんな気がする。私の勘結構当たるから。みんなで戻る。必ず。何だ、貴様ら。捕らえろ。やっあっ、どこに行け。行けそうかな。いざ入るとこ。ぶつかれ。どうだ。一緒じゃん。当たれ。はっ、よし、当たれ。逃げろ。よくな。逃がさないよ。もう一丁、おまけだ。そこだ。もう一丁、おまけだ。当たれ。稲妻の術。そこ。星を伝え。そうだ。どこから入るか。これの出番だね。
このクジラこのよかった。
歳になるとね、おばさんと呼ばれていて、もう傷ついたりはしないの。ありやすい限りなく、とんでもなく勝つくんだよ。頼りにして任せるね。これでないよ。はっとよっ、飛んでけってよ。行けそうかな。私に任せて。頼りにしてる。交代。それ入ってる。一瞬で。え、それ。そこ。一瞬で。増強。ね、気をつけては。私の出番。よっ。そこだ。そっちは大丈夫。背中に入る。頑張れ。力。任せてもらおう。飛んでけ。よっ。もう負けんでしょ。お任せあれ。行くよ。それ。よい。そこから狙える。バンヤー準備はいた。そこだ。はい。そうだ。うまくやってよ。出番だよ。はいはい。やっ、うん、協力してこ。お手本見せてあげる。お手並み拝見。私も手伝って。ショー。くっ、それ。そこで。よろしくね。いい交代。うまくやってよ。頼りにしてる。頑張るね。止めてあげる。仕方ないな。やれる。解散。はい、この取られる。さあ、行くよ。気をつけね。お任せあれ。いい、任せるね。お手本。よっ、来て来て。強く。うっ、それ無駄無駄よっ、そこだ。強度に問題は。円柱よっ、ピッシャン。よいしょ。はい、やっぱ全然せーの、やれる。そこだ。解散。ビシッとね。それ雷。もっとダメでしょ。マジ。よし、やっちゃう。よろしくね。いいとこ見せなきゃ。そっちは大丈夫。いざ。やい。いじらっきょう。あったれ。それ。そこだ。うまくやってよ。さあ、行くよ。しまった。ほっ、準備万端。ガッチャン。行くよ。攻めることガチャオのごとく。そこ見ろ。出番だよ。お任せあれ。よっ、せーの。そこから狙える。そっちは。よし、やっちゃう。シュシュ。まだまだ。いぬっけ。集中。よっ、行くよ。この起きなさい。どう、うん、このまま決めよう。協力してこ。かまどだ。へっへっへっ。面白い。そこ準備で。チャンスは逃さない。よいしょ。きついの。よろしく、うん、一緒に。みんなこの走行まだ合ってました。頑張って。怪我なんてないようね。よっと。お待たせ。され。嫌な感じ。ついてこれは。無駄無駄。やったな。ついてこれは。され。そこだ。ビシッとね。社長様。やば。お手並み拝見。よろしくね。頑張るね。そっちは大丈夫。頑張る。頼っていいかな。こんな限界の先へ。あ、
そろそろね、お楽しみは。これからいい声で泣きなさい。シュシュシュ、はい、はっ、そこ、そこ、そこ、カモン。出られる？私に任せて。Come on.
怒りのままに動け、クラリオ。騙されるな、クラウド。傷はなかった。傷がなかった。本当にティファなのか。本当はティファじゃない。また傷の話？傷なら見せたでしょ？なかった。ジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき欺いた。クラハト、俺は騙されない。ティファ、ティファ、ママ、パパ、ティファ、こっちだよ。ティファ、おいでよ。ティファ、一緒に遊ぼう。
ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時、私が困ってたらクラウド、助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？私の大切な思い出。
ティオ、しっかり。大丈夫。生きたい。生きる。生きてやる。そう強く願うんだ。起きなさい、ティファ。君の命はたくさんの人の思いでつながった。ティファ。ティファ。まだ戦いは終わってねえぞ。取り返すぞ。みんなを呼んでくる。ねえ、人は死ぬとニブル山を越えて旅立つって覚えてる？ああ、子供たちを山に行かせないためのデタラメだ。ティファは信じてたよな。ううん、
私だって半信半疑。でも無理やり信じた。それくらいママに会いたかったの。エミリオたちが応援してくれて、みんなで登り始めて。でもあいつらはティファを残して帰った。そうみたいだね。覚えてないのか。途中で崖から落ちて頭打ったでしょ。それから半年ぐらいの記憶がちょっと混乱してるの。みんながいろいろ教えてくれたからそうだったんだみたいな。どう聞いたんだ。クラウドがそそのかした。でも思い出したよ。クラウドは私を守ってくれた。ありがとう。あの日のクラウドは英雄だったね。そんな資格はない。あの日は一緒になって崖から落ちた。昨日は魔航路に突き落とした。時々自分が分からなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、知らないはずのことを知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのか分からなくなる。うん。ソルジャーは劣化するらしい。俺は劣化しているんだと思う。多分急速に。クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。心配かけてごめん。あ、ぼちぼちでんな。またってことは、ライフストリームの中には星と黒いフィーラーの戦いがあって、黒いフィーラーはセフィロスじゃないかってことか。うん、私にはそう思えたって話だけどね。星の中の戦い、どっちが優勢？星、ライフストリーム、そう思う。そうなんだよ、そういうことなんだよ。星が戦ってるんだ今この瞬間も。命燃やしてよ。あー、今こそ星の悲鳴が聞こえるぜ。セフィロスみたいな、あんな人だかなんだかわからない奴と戦うんだ。それには星の力が必要になる。俺たちは星を助け、助けられ、共に戦う。そうだろ。うん、きっとそう。なんだかとても壮大な話ね。そういう話をするならおあつらい向きの場所があるわよ。コスモキャニオンのことか。生命学の聖地。そういやこの辺りだったか。そこマテリアはある？マテリアがあるなら行く。太古より星の力と知識が集まる場所だ。マテリアくらいいくらでも。オッケー、行く行く。レッド、なんだか嬉しそう。故郷なんだ。じゃあ
一挙聖地巡礼と行くか。コスモキャニオンへ向かうならまずここに行ってみて。村の近くにある国営飛行場跡、そこから野良飛行機が出てるの。村の南にあるゲートを出ればたどり着けるはずよ。それから、この子はファンゴ、すっかりあなたたちに懐いちゃったみたい。よかったら連れて行ってあげて。何から何までありがとう。どういたしまして。他に必要なものがあったら村で揃えていってね。せや、ついでに掲示板も覗いてみません？何でも屋さんのお仕事、実は僕憧れてたんです。遊んでる暇はねえぞ。遊びやなんて、皆さんのお役に立ちたい。よっしゃ、純粋な気持ちを広いわ。運河が3人で休憩しようぜ。どうだか、シンナの言うことは信じらんねえ。どうですか、昨日の夜はあんなに熱く抱きしめてくれはったのに。マリンと間違えただけだろうが。紛らわしい言い方すんな。ねえ、ここが飛行場みたいだね。穴ぼこポコポコ。こんなん離陸も着陸も無理とちゃいます。ここまで来て無駄し。あれ、何かな。共和国時代のテレボックスですな。調べてみます。御用の方はのろしをあげてください。ブロンコ航空のろし、これか。何かわかった？のろしをあげるらしい。のろし？知らないの？これだからお嬢様は。ここは私に任せなさい。まだ？こうなったら奥の手。さあ、いでよ、飛行機。シュッ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 。うっ、やったー。本当に来たぜ。でしょでしょ、どうよ。ご新規さんだな。コスモキャニオンに行きたい。おい、喋った。どういう仕掛けだ俺は。まあ、大空をかけてらそういうこともあるわな。ヒーフーに店員オーバーだ。でもまあ、乗って乗れねえこともねえ。危険手当込みでこいつでどうだ。近頃なんだか暇でよ、この手に金を握るまで待ってるぜ。あっさ、キャンセル料はここまでと帰りの燃料代を合わせてざっと1億ギルってとこか。よく考えな。おう、きっちり耳揃えて頼むぜ。
前だれ。俺の指示通り乗り込んでくれ。重量バランスってもんがあるからな。しっかり捕まってろよ。落っこちても拾わねえかんな。見事だ。出発。航空社長兼パイロットシド・ハイウィンド、よろしく。私の研究に賛同し協力を名乗り出るとは君は実に優秀なソルジャーだよ。おっと、じっとしたまえ。失敗しても責任は取らんぞ。承知の上さ。物分かりのいい君には特別な処置を施してやろう。英雄になるための処置をな。昔は何年もかかる、今では18時間、たったの18時間だ。それもこれも全て私の功績。技術はこの私の手によって日々進歩しているのだ。まあ手早く済ませる分デメリットもあるがね。オリジナルは今となっては貴重だよ。なんかクソくらってなもんだ。あんたいいな、そう来なくちゃよ。だいぶ近づいてきたようだな。お、そろそろ降りるぞ。案内できんのはここまでだ。これ以上は近寄れねえから、あとは適当にやるかい。次に頼むときはどうすりゃいい。のろし上げろ。滑走路があれば最善を尽くす。またのご利用を。
谷まで案内しよう。